これですね、2年前にね、値上がり心拍を石を、石付けしたの、これ、したけど、これ、なんか、なぜか、あれだね、意外といつも見てる割に、忘れてたね、これ、ちょっとそろそろ、これ2年も経ってるんでね、これこういう布を当てて保護して比較的真面目にこれほったらからしてなかったんだよ。だからこういう感じでね、これは2年経つとこういう布もね、こんな風になるけど、やっぱり保護してあるから木は元気でしょ、こういう値上がりに作ったんですよ、こういう風に。それで今回ね、もう下にしっかり根が入って、ここは土に入ってたんですけどね、これ上から掘り上げてこうあれしたわけでしょ。そうするとさ、これがね、この布巻いた時は生きてたの、ここで。それが急に日当てたらまずいっちゅうんで、こう布を当てて針金で布を落ちないようにこう縛っておいたんですよ、針金で。そしたらなんかこうきちっと癖が抱いてきた感じするでしょ、石を。ここから種が落ちて生えた感じなんとなくしたでしょ。初めから見たらネタバレてるけどさ初めから見てる人はネタバレてるけど、今見たらさ、たまたまここにね、木が種が落ちてこう出たよっていう感じで、これこういう根、ね、これもねあったんですけど、もう これからはこの根は生きたとしてももう生きれないからね、ここはもう2個に当たっちゃうから、これはもうこういうとこはね、ちょっとなんかギリギリこうやって生きてんだけど、ここはやっぱりちょっとね、今回はもういいでしょう。下でもってしっかり働いてたから。最初はね、この布をかけるときはさ、こういう根も大事なので、一生懸命布をかけて、絶えずこう布を濡らしてね、布を濡らして、なるべく早く下に根が行くようにね、これこういうちょっとこういう出方はちょっと見苦しいんでね、気がついたら今のうちにこういうね、上に重なってるでしょ、上根になってしょ、これね、これ取っときます、これ取っといてさ、こういうの取っときます。これで一応この今ね、こう隙間空いてるんですけどね、本当はこれも本当は縛るときにきちっと針金でね、押しとけばいいんだけど、だけどこれこうやって今度は2個当たるとね、これ太るの早いから、そのうちにこの石にね、こう本当にふっついたような感じになるんでね、これもね。でこういう感じに一応下の根っこはしっかりできたので、これをこのまんまではちょっと味気がないんで、ちょっとこう針金かけて、それらしくこう盆栽らしくちょっとこう直したいと思います。こういう感じでね、だいたい元のね、大まかな流れはできてるのね、それでちょっとこうイメージ的にはさ、こういう風になってるけど、こういう斜間にするつもりでなかったのさ、やっぱりこう綺麗な模様着作りにするつもりだったんで、これをこっちを起こします、ちょっとこういう感じでね、それで枝をこう振っていくんですよ。そうするとこの木の上から綺麗な模様着をこう作っていきたいんでね、それで必要な枝はどんどん落としていって、この枝使うからこれいらない、これいらない、この枝使うんですけどね、先がちょっといらないのでちょっと落とします。落とすよ。そして次の枝はね、これ使う、これ使うんでね、これを使います。これ使う、それで、でこれはね、こんなにいらないからこれを落とす、これを落とすでしょ。そして後ろに行くとね、このぶら下がったこれ使わない、これ使わない、下から下げるのでね、あまり下の枝いらないんですよ。それでこれもね、この枝はね、ちょっと置いときますか。これね、ちょっと待ってよ、ここでしょ、
この間ぶら下がったやつだけ取っとこう。まあ今ね、1回目の針金かけなんでね、いろいろ微調整は後からやらなきゃなんない。とりあえず大まかにかけといてね。これはね、この真夏のね、一番元気のいい時にかけとけばね、まず一番癖のつきやすい時期だからね。今日これ1年の今一番なんていうの、生育期でさ、どん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 水引っ張ってるからね、こういう時針金かけるとね、あれなんだよ、かけやすいけどね、要するにちょっと油断しない したらダメなのはね、皮をこうやって持ってね、くるってやるとペロッと皮むけるからね。なるほどね。冬と全然違うから、すぐ皮むけます。だからそれだけちょっとね、はい、強い抑えはしない方がいいんだよね、軽く抑えなきゃ仕事にならないけど、抑えてねじるとね、すぐ皮むけます、全然ね、あれだよ、あの冬の感覚と全然違うの、もうこんなに変わるもんかと思うぐらい柔らかくなってるのね、木がね。それでこれはね、この後ろからね、こっから刺さないと効かないんでね、かなり長くいるんですよ。なるほどね。ここに一発グイッと刺して、こう立ち上げた方がいいかね、こうね。でこっちへ持ってくるでしょ。それでこれでこういう感じ、こういう感じでね。それでこのちょっと見にくいかもしれないけどね、ここに一回ね、踏ん張りでかけるの、こう。1年間は仕方ない、こういう感じで石にかけちゃって、土台をしっかりさせて、それから上に上げていくんです、こう。そうするとね、この曲がりがね、修正効くんですよ、こういう感じね、はい。ちょっとこれ針金はさ、何でも針金かけてるっていうのは制作中だから、多少の見うるさは我慢しないってなんないからね。こういう感じにしてこう上がっていくんですよね、こうでしょ。で今度はこれはこれだけのとこをしっかり作ってれば、足元を踏ん張り効いてるからね、あとはもう自由自在になるから、こういうふうにだんだん治ってきたでしょ、こうグッとこうなるでしょ、直したでしょこれね、こういうふうにかけて、ここで上げてくる、上にこう上げるでしょ。そしたらね、このこれに一回引っ掛けないとクランクランするのね、こうやってくると、ここにちょっと見にくいけど、これこうやって引っ掛けるんですよ、上から、こうやってこうやって上がってくるの、上にこうやってね。これね、この太いやつ、元のやつでずっと上まで上がればいいんだけどね、この針金の太いやつはね、上の方で小さく小細工できないのね。それでね、一回ここで細いやつに針金切り替えるんですよ、いっぺんに上がってきてここでこうやれればいいけどね、太いとなかなかね、できないよね、小さい小細工できないのさ、それでちょっとね、これをここで、あのあれをレールを変更してね、こうやるわけなんですよ。そうするとね、上の方で小さくコテコテコテと曲げるとね、また盆栽としてはね、あれなんですよ、曲がりが大事だからね、これこう、この間にこう枝を巻き込まないように、太いの巻こうとして無理くり握ったら皮むけたもんね。そう、それ今頃やるとね、皮むけるよ、くるっと。それでこれ枝をね、ちょっと面倒だけど巻き込まないように、この間にこう入れるようにして、こういう風にしておくんですよ。こういう感じにしておく、キュッとこうやって置いてね、これちょっと置いとくの、まだ、この余ったやつね、これはどれか使う枝に針金かければいいんですよ。これにこの枝にかけます、この小枝に。ちょっと太いけどね、まあいいでしょう、こういう感じね、こうグイッとかける、かける、かけると、こういうふうにしてかけていくんですよ、こうやってね。この今巻いたやつを、この針金を今度は効かせるんですよ、こういう感じで、こういう感じで効かせるでしょ。そしてこっちへ今度は効かせる、こういう感じで効かせる、こういう感じね、こういう感じ、こう、こういう感じね、それでここで頭作るんだったらこれでいいんですよ。
ここでポコッとなるから今、うん、こうやってくるとここの方がいいか頭。もう一つねこうやって曲げる方法もあるのここで、うん、まあ、これはこれでまたね可愛いんだけど、とりあえずこうやって置いていきましょう。じゃあここで大きい頭作るときはさっき言ったようにこれを平らにすればいいし、うん、これ小さい頭を作ってトントントンとやるときはこういうふうにしてこっち寝たやつをもう一回起こすとこれ頭できるでしょ、ピコッとね、うんうん、こういうやり方もいいんですよ、どっちでもいいけどね。今度はこれとこれをかけていく、はい、こういう感じでいきます。こういう感じでいきます。ここです。これがね一発、この枝がね本当はここから来たい、ちょっと天秤になるけど、まあこれでいいでしょう。こうやって仕上げをきれいにしたいからね、こうでしょ。先を伏せる、針金のこう伏せるんです、ギュッと押さえて、でこっちはこっちで多少あの葉巻き込んでもね新しく出てくるからね、こうこの次針金外した時にきれいに掃除すればね大丈夫ですから、少しぐらいねあの巻き込んでもね新しい葉がどんどん出てくるからね、なるべくこの間にこう入れるようにして、こうやってね、こうやって入れるようにするんです。こういう感じに。そして最後は、この切り口が下になるようにして、こういう感じで、これね、我々伏せるっていうんだ、こうやって、枝を伏せるっていう。ちょっとこの辺にちょっと引っ掛けて、ちょっと引っ掛けて、ここから上がってきます。やっていきます。こういう感じで、うん、こういうふうに上がっていきます。上がっていきます。こうです。こういう感じね、こういう買い方ね、こうやってグッときて、うん、こうきて、こういうかけ、こうやってかけて、こうやってかけて、お涼しい風が吹いてきた。ここで伏せます。こういう感じです。間に入れて伏せる。こうくるでしょ。こうでしょ。こうくるでしょ。で、ここへくる。こういう感じ。で、これこそ、こうかける。こうかける。で、この間に入れて伏せると。で、後ろはなるべく針金と同時にクロスしないように。
をかける。ここのクロスしてるのはね、これあの重ねたやつだから、わーっとこれこうしないと上効かないんで、これクロスしてあるからね。途中でクロスすると、あの後で外すときにちょっとね、厄介な時あるからね。見た目もあんまり良くないから、針金と羽バッテンにならないようにした方がね、あの外す時も楽だしね、見た感じもいいんだよね。なんかさ、クロスしてるといかにも縛られてるって感じするんだけど、こういう風にして振っていく。それでこれは後ろ枝に、これね、この懐から出てる枝ってあるんだよね、うん、これあまり前に出すとね、木を全部木の流れを塞いじゃうのね、うん、この懐枝出たのは後ろに持っていくんですよ、こういう風にね。この懐枝っていうのはさ、いずれね、なんとなくこう弱い弱いしい枝になるから、うん、なるべく日当たりいいところへ出してやるの、こう後ろへ。だから上から見たらね、葉っぱがこうダブらないようになってれば大体正解なんだよね、うん、これで大体あの微調整まだねしてないけど、大体こういうライン的にはこうできたわけ、うん、これであとポコポコっとね、こう出てくるのを絶えずこう抜いて、このラインをねこう整えておけば、そしてね、これ葉っぱ取るときにね、こうやって、こういうやつ、ここの、押さえないでね、こうやってやってるとね、うん、だんだんこの針金がね、戻るからね、必ずね、ちょっとこう押さえて、うん、で、こうやらないで、やってください。そうしないとね、せっかく針金かけた形がね、長年、何年もこうやってやってるうちにね、ペローっと伸びた感じになるんでね、ちょっと1年間忘れてたやつ、うん、ほったらかしたんねんねんだよ。忘れてたんだよ。全然違うんだよ。ほったらかしと忘れてた。忘れ去られたかい。忘れされてないやつ。されてないのかい。うん。俺ね、忘れ去られてないやつとほったらかし。これはね、じわじわって。これは、まあ、いいか、これで。こういう感じだけど。ちょっと、なんか映りが、ちょっと濡らすか。